曜日がやってまいりました。お元気でいらっしゃいますか。1月最後の火曜日、2020年1月28日です。今日もハグザライフ命を抱きしめようをお届けするのは、北海道札幌出身、この戸塚に住んで34年目となります、パーソナリティ相浦弥生です。北海道には2月になりましたら雪まつりは大変な、飛行機もホテルも高い時期になりますので、雪まつりが一段落した頃に一人暮らしの母のところに帰ってきます。病院の同行、眼科なものですからね、瞳孔をこう開くという、瞳孔と瞳孔を今かけた形になりましたけれどもね、瞳を開くための薬を入れて先生が、診察をしてくれるわけですからね、どうしてもその後一人で帰ることは昭和8年生まれの母にとっては難しく、私か妹どちらかが一緒に行くと同行するという形です。すっかりと同じ北海道ではありますが、広い北海道なので遠いわけですが、函館から妹が付き添ってくれることが圧倒的に多いのです。父の時もそうでしたが、いつも二人で、姉妹二人で相談して、もちろん当事者父、そして今回は母とも相談しながら、一番いい方法をみんなで期待を寄せ合いながら考えているというのが、私たちのルールかなと思います。介護と医療と福祉の情報をお届けする番組、ハグザライフ命を抱きしめよう。今回は一人暮らしの札幌母のところに行きました折には、地域包括支援センターに相談に行ってみましょうと事前に母に相談して窓口を訪ねようと計画を立てているところであります。この番組ハグをお届けしたおかげで、地域で支えるさまざまな場を、そしてそのソフトの部分も学ぶことができました。この番組を聞いていただいて皆様にもそのようなヒントをお届けすることができれば嬉しいと思います。さて、ハグザライフ命を抱きしめよう、今日のメインコーナーは、先週に引き続き在宅医療、武田先生にお話を伺っています。後編となります。そしてお便りコーナーでは、先週は平戸のひまじいよりいただきましたロシア映画私の小さなお葬式、2017年公開の映画をジャック&ベティでご覧になったというお便りをいただきましたが、その中に出てくる一曲、恋のバカンス、ザ・ピーナッツの、そんなお便りだったものですから、今日の番組で懐かしい恋のバカンスお届けしていきますね。ちょうどシネマと戸塚の夏井さんからも映画のメールが届いています。お便りコーナーでご紹介していきます。それでは今日も音楽とともに介護、医療、福祉の情報をお届けするハグザライフ命を抱きしめよう、どうぞ最後までお付き合いください。この番組を支えてくださる皆様です。何でも
気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業、東戸塚駅西口徒歩2分、セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、以上3社の提供でお送りします。それでは今日の1曲目お届けします。今日はジャズから行こうかなと思っているんですが、いかがでしょうか皆様。介護施設などにお邪魔したり、そして老人クラブなどの、イベントにラジオ仕立てでミニスタジオを作ってね、ラジオのことを、ラジオをどんな風にして聞いていただくと良いのか、 FM 戸塚は災害の時にもお役に立つラジオ局として張り切っていますということなど、アンテナはどんな風に伸ばせばいいか、そしてラジオ以外で聞く、パソコンやスマホでの聞き方などをお伝えしている時などに、やはりジャズは根強いリクエストがあります。今日はスイングジャズ、そしてトラディショナルジャズのファンにはとても楽しく嬉しい作品、大ベテランのクラリネット奏者で、日本でもオールドファンにはおなじみのピーナッツ発酵、クラリネットピーナッツ発酵を率いるピーナッツ発酵オールスターズの演奏でお届けしていこうと思います。このアルバムはトリビュートトゥベニー・グッドマンです。その中から今日はアム・アイ・ブルー、1929年の作品です。発酵の絶妙なオブリガートが聞き物だということです。ルイーズの情感あふれる語り口のボーカルもお楽しみください。1月最後のハグです。今日のメインコーナーは大久保総合内科クリニックの大久保院長先生と、大久保総合内科クリニックの在宅医療部の武田良平先生、お二人の対談、先週に引き続きましてその後編、在宅医療についてお届けしていきます。患者さんの困ったをなくす、これがキーワードです。それではお二人の対談、診療時間のことからお話が始まります。診療の時間はどのぐらいですか？平均時間はですね、大体平均して10分から15分ぐらいです。そうですか。でも外来の患者さんに比べると長く取れるのは利点ですね。でもその中にもとても重たい患者さんは30分1時間取ることもありますし、そこはケースバイケースで時間調整はさせてもらってます。あらかじめ何時に行きますよって事前に伝えて、多少ズレはあるんですけども、なるべくその間に合うように行かせてもらってます。そうですか。はい、そうすると先生、戸塚のことをいろいろなところに訪問なさって詳しくなったのではないですか？そうですね、かなり道は詳しくなりましたね。本当にこういった抜け道とかがあるとすごく助かるんですよね。こういったらやっぱり訪問する時間を増やすためには、なるべくその患者さんと患者さんの家の移動時間を少なくするっていうことも大事になってくるので、特に戸塚不動坂とか、ちょっとこの時間は絶対混むし、
そこ他にないっていうのもあって、そういう時にあと裏道をたくさん知ってると機動力が高まるんで、うん、行きやすくなるし、これはもう運転して実際見て覚えた方がいい、うん、一説に言うと、はい、車の運転が好きじゃないと在宅医は向いてないですそうですね、あの、うん、そう、運転というよりはあの駐車する時のテクニックがあります。戸塚区って意外に狭い道も多くて、うんうん、ここにギリギリに止めてやっとこう交差できるっていう道路もあるんで、うん、そうなんですね。あります。特に先生車にはこう貼ってはないですね。貼ってはないですね。このなんだろう、僕こちらの都合というより患者さん側が少し、うん、嫌がることがあって、なんだろう、うん、病院に医者が入ってるぞって言うとなんか、うん、ちょっとプライバシーを汚されたような感じになる人も多くて、うんうん、あんまりこう大っぴらにはしないようにしてます。うん、じゃあ先生白衣は着てないです。今日はポロシャツとあとはウィンドブレーカーのようなものを着て訪問、なるべく目立たないような感じで訪問に行ってます。まあセールスの人が来たかしらっていうふうに周りは思うぐらいの感じでね。宅急便さんではないしとかいう感じでしょうかね。ばったり会いますしね。多分この僕何件かこうご近所さんで回ってることもあったら、うん、やっぱりそのご近所さん同士でそういった話もなるんで、うん、もうある程度知ってはいるんですけど、でもあんまり大っぴらにはしないようにしてますね。そうですね、うん、まあ、在宅をやってる先生っていうといつもコールされる、はい、いつコールされるかと思って、ずっと携帯持っててね、しょっちゅういろんな一緒に遊び行ったりしてもすぐコールがあってっていう感じで大変なんじゃないかなと思うんですけども、その辺は慣れるもんですか？慣れるもんですね、うん、でもう決まってある程度病気によって症状とか変化が決まってくるんで予測をしてまあ処方することもあります、うん、なるべくコールが鳴らないような工夫をしています、うんうん、例えば、まあ、こういったがんの病気の人だったらここは痛くなるだろう、だったらもうあらかじめ痛み止めとかを出しておいて、痛くなったらちょっとそれを飲んでみてねとか、あらかじめちょっと指導をしておくとか、そういったお話をしておくと未然に防げるっていうのはあります、うん、でなるべくそうですね、まあ、コールが鳴るっていうことはやっぱり患者さんがそれだけ何かで迷った、苦しんだ、困ったっていうことが多いんで、その困ったをなくすのが、まあ、我々の仕事だなと思います、うん、ある程度こうしたこういう事態が起きたらこうした方がいいみたいな手は、うん、きちんと定時の訪問の時に、うん、こう指導して準備して置くんですね。で、うん、まあ、夜そんな頻回に呼ばなくても、うん、自分で解決できるように、そうです、そうです、しておく。どうしても困ったら連絡くださいみたいな、うんうん、その辺が在宅医の腕の見せ所になっちゃいますね。あらかじめ予測して手を打って、置くっていうのは大事ですかね。でそれでもやっぱりかかってくることは多いんですけど、その毎晩均等にかかるっていうことはそんなないんですよ。一番多いの土曜日なんですよね。土曜日は次の日もお休みだから結構不安になっちゃう人が多くて、意外に月から金ってかかってこないんです。うん、土曜日に本当9割ぐらいですよって集中します。うん、そうですか。大きな休みのね、うん、前の時とか連休前とかちょっと不安になっちゃう、外来も込みますからね。まあ、そういうとこそ予測してこういうとかあるかもしれないからっていうことをその事前の金曜日とかに話しておくと、まあ、患者さんは安心して土日とか休みを過ごせるっていう考えですね。うん、僕のところもそうなんですけども、武田先生のところもまだ小さいお子さんもいらっしゃるんで、そうです、やっぱり自分の家族もちゃんと維持できないとね、うん、いけないから、うん、その辺は大丈夫ですか？そうですね、やっと、まあ、下の子は1歳なんですけど、はい、やっとパパを認識するようになったでもやっぱり最初はちょっと出ずっぱで病院にちょっと泊まり込むこともあったんで、うん、ちょっとまあ子供たちとかには寂しい思いさせちゃったんですけど、もうなるべくその先ほど申し上げましたようにならないような工夫というのは患者さんのためだけでもなくて、もういわゆる医者側の、まあ、家族との、まあ
今医者の家庭を守るっていう意味でもすごく大事なことだなと思います。でそれをしてやっぱりあの夕方とかにはきちんと帰れるようになって電話を鳴らない時間も増えましたので、その分はあの子供と密に一緒に風呂入ったり、うん、そういった時間をあの大事にするようにしてます。うちの父も外科医だったんですよ、うん、それで当直ずっとしてたら家にたまに帰ってこれたら、うんそうね、僕がですねあのパパまた来てねって言ったって言うんで、それでさすがにこれはまずいかなと思ったっていうふうに聞きましたけど、うん そうですね、そんなことがないようにしないといけないです、ね、そうですね、うん、でもやりがいも先生そうです、あの正解っていうのがちょっと考えて出すところなんですね、うん、材料ってその例えばこの症状にはこの薬をいけばいいっていう一定の答えがあるわけではなくて、まあ、患者さんごとに悩みは多種多様だし、それについて解決策も多種多様あるけども、もしかしたら解決できない問題もはらんでるんですね。で、そこなのでちゃんともちろん解決できるものはきちんとバシッと解決したいんですけども、解決できる問題はどうあの患者やその家族と一緒に考えてあのこれから あの人生を歩んでいくかっていうパートナーにもなっていきたいなと思ってますよ、うん、素晴らしいですね。最終的に在宅診療ってやっぱりお家にいて患者さんの生活にかなり入っていく形で関われるから、あのすごく感動を与えられる仕事なのかなって思うんですよね。そうですね、外来の関わり方ってやっぱり、まあ、なるべく僕も外来で深く関わるようにはしてますけども、うん、あの必ずしも皆さんそういうスタンスであの診療に受けに来てくださるわけじゃないから、うん、ある程度薄くなっちゃいますよね、うん、その点やっぱり僕自身も在宅に行くときにはあの生活そのものに入り込んで診療できるっていうのはすごいやりがい感じますよ、うんうん、先生こう在宅をなさる先生、まあ、やりがいと同時にもちろん苦労もあると思いますけれども、戸塚でも増えているのでしょうか。やっぱり社会的に必要とされてるからね、はい、やってみたいっていう先生は多いんですけど、うんうん、多分病院にいるとなかなか経験できないですよね、うんうん、であとはそのやっぱり先ほどあの皆さんのイメージ通りずっと24時間365日ずっと対応しないといけないんじゃないのっていう不安があって、うん、なかなか一歩踏み出せないっていう先生はいます、うんうん、だから、まあ、今後もし余裕ができたらそういった先生方もあの実習というかそういった形で、はい、あの訪問を経験できる場を作っていきたいなと思ってます。あの市の医師会でも ね、あのそうした事業をやってますし、あの戸塚区の中でも在宅医療連携拠点事業っていうのをやらせていただいてて、はい、まあ、ある程度そういうふうなスタンスで少しでも在宅じゃ僕もやっていいかなっていう先生を増やしていこうとはしてるんですけどね、うん、やっぱりノウハウがいろいろねありますから、そうです、あの、まあ、他の職種の人たちとお話ししたり、あるいは病院と連携して、あの武田先生なんかで言ったらもうきちんと病院まで足運んで、うん、実際にカンファレンスにも参加して、うん、患者さんの状況を把握した上で、あの一番いい在宅診療の形がどうかなってことを話し合う時間をね、はい、そうですね、あの設けるようにしてるんですよね、はい、その辺の手間がなかなか慣れてないと、うんうん、難しいのかなと思う。同じ職種同士で話すのが一番だなと思いますので、うん、退院してくる患者さんは事前に病棟の先生のところに行ってお話をお伺いすることもありますし、うん、そういったあの医師同士の連携を大事にしたいなと思います、うん、なかなか手紙だけだと ね、 分かんないですね、こううまく伝わらないんですよね、うんうん、こう電話顔が見えて話を実際してみると、うん、こういう先生でこういう、うん、考え方で診療してるんだなっていうのはお互いに分かりますから、うんうん、まあ、あの在宅の方からこうお電話させてもらうとやっぱり、まあ、安心、あの多分病院の先生も退院させたはいいけどあとどうなってるんだって心配してる先生も多いんで、うん、その時に報告させてもらうんですけど、そしたら、まあ、すごく安心されてて、うん、よく良好な関係は築いていけてると思いますよ、うん、
在宅やってる先生って結構そういうふうに時間を使われちゃって大変なんじゃないかっていうんですけど、まあ、ある先生はやっぱりいやそうやって外出て診療するのも気分変わっていいんです、まあ、僕もたまに外出るとそういうふうに感じることもあるんですけども、どうですか、車運転してこう戸塚の中いろいろ行ったり来たりして、うん、そうですね、お昼とかはちょっと自由に選べるからいいですよ、ね、病院だと病棟の食堂しかないからなかなか季節感じたり感じないですよ、限られてるから、あの今日は寒いなとか、それだけでも全然違います、うん、病棟にいた時はずっと空調が効いてる部屋だったから、うん、いつ朝になっていつ夜になったかも分かんなかったですし、病院に閉じ込められてるような感じはない、ね、ないですね、まあ、じゃあこれからもうね、柏川沿いの桜も見事ですしね、先生ね、そういうのを季節をね感じながらという、まあ、そのそ患者さんと話も合わせやすいですしね、あそこの桜が綺麗だね、あそうです、その話からね、病棟にいるとあそうなんですねぐらいしかないですから、そうですね、まあ、ラジオもそうですね、スタジオに、こもってよりもね、やっぱり現場に出て行って取材して公開収録をしてっていう、もうフェイストゥーフェイスで、まあ、ラジオはね声だけの世界でありますが、この声を通して向こうにいらっしゃるリスナーを思いながらお届けはしていますが、やはり顔と顔を合わせながらというその距離感がねとってもいいと思う、そこと、ね、何か先生の今のね在宅のお仕事似ている部分があるかなとも思いました、まあ、大久保先生のところで、まあ、そういった外来と在宅でうまく連携するっていうことを目標にちょっと今協力させていただいているので、まあ、お困りのことがあればぜひともご相談いただければ、あの迅速に対応させていただきたいと思いますので、はい、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。はい、大久保総合内クリニックとしてもですね、はい、あの在宅をしっかり行えるように、これからも頑張ってきますので、皆様ぜひご利用ください。今日は大久保先生、武田先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のメインコーナーでした。在宅医療について武田先生、大久保院長先生にご質問などありましたら、ハグの番組宛てお寄せください。懐かしい浜のバタヤンのメッセージ、浜のバタヤン、またファックスを、そしてスタジオに遊びに来ていただけたら嬉しいです。 CD のリクエストも待ってますからね。それではザ・ビートルズ、今日はノルウェージアンウッドお届けいたします。それでは今日のエッセイのコーナー、先週はがん哲学外来についてお伝えしました。がんと生きる言葉の処方箋という映画が3月に横浜のジャック&ベティで公開予定というお知らせもしました。3月21日からの予定のようです。今日は講演会のお知らせをお届けいたします。そしてこの講演会も私は夫と共に行きたいなと今誘っているところなんです。札幌行きと重ならなければ行けるなと検討しているところです。さてその講演会とはグリーフケア講演会、悲しみを抱いたまま生きる
です。2月23日日曜日午後2時から午後4時まで堺公会堂で行われる垣添忠夫さんの講演会、申し込みは不要、参加費も無料です。先着500名堺公会堂先着500名の会場となっています。戸塚区の医師会と堺区の医師会の主催、私はこのチラシを手にしてさらに垣添忠夫さんの情報をインターネットで調べてぜひともと夫にね一緒に聞きに行きたいんだと話をしたところなんです。さてまずグリーフケア講演会のグリーフケアについてお伝えしていきます。聞いたこともある方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、改めてグリーフ GRIEF、 グリーフとは死別を経験すると知らず知らずに亡くなった人を思い慕う気持ちを中心に湧き起こる感情、情緒に心が占有されそうな自分に気づきます。また一方では死別という現実に対応してこの窮地を何とかしようと努力を試みています。最初の気持ちを喪失、そして後のもう一方の気持ちを立ち直りの思いと分類していますが、この共存する2つの間で揺れ動き、なんとも不安定な状態となります。これは心だけではなく体の上にも不愉快な反応、違和感を経験する、これらをグリーフと言います。わかります、きっとそうでしょうと。そしてこの状態にある人にさりげなく寄り添い援助することをグリーフケアと言います。2月23日日曜日の講演会はグリーフケア講演会、悲しみを抱いたまま生きる。さらにこのチラシにはこのように書かれてあります。1941年大阪生まれの垣添忠夫先生、1975年から国立がんセンター病院泌尿器科に勤務し、2002年には国立がんセンター病院の総長に就任なさった垣添忠夫さん。大切な人との別れ、どう向き合い、どう乗り越えていくか。医師として、また妻を亡くした夫としてお話をしていただきますとあるのです。夫婦でどちらかが先に死というものに出会い、そしてその相手はこのグリーフを経験していく、これはぜひともこう夫婦でお話を聞きたいなって思ったんですね。グリーフケア講演会、
先日もそういえば東京までこのグリフケアの映画会を私は見にね行ってきました。私にとってこの大きなテーマがグリーフ、そしてグリーフケアであると、昨年半ばあたりから感じているところなんですね。2月23日日曜日2時から4時まで、会場は30分前の13時30分栄公会堂、 JR 根岸線の本郷台の駅から、歩いて間もなく、6、7分でしょうかね、栄区役所のすぐそば、栄警察署の隣であります。今日のエッセイのコーナーではグリフケア講演会、柿添忠夫さん、こうしてしてお招きするこの講演会ご紹介いたしました。なんともなんとも深い笑みをたたえた柿添忠夫さんのお写真、奥様を亡くされた後に自分が国立がんセンターの医者であるという、でも最愛の奥様の病気を流すことができなかったという、この苦しみに打ちひしがれたという、そのことを綴られた妻を看取る日、そして悲しみの中にいるあなたへの処方箋など多数があります。今日のエッセイのコーナー、グリーフケア講演会、私は、調整してぜひとも行きたいと思っているところです。今日のエッセイのコーナーでした。さあ、それではこの後のお便りコーナーの前に、先週いただきましたお便りの中に綴られていた一曲、恋のバカンスをお届けしようと思います。ラジオネーム平戸のひまじいよりいただきました、ロシア映画見てきましたよというお話、ジャック&ベティで見られた映画、ウラジミール・コット監督の映画、2017年の作品、私の小さなお葬式の中に出てきます一曲、母親の愛情と親子の愛、友達との絆、教え子たちとの温かい交流などが田舎を舞台に描かれているこの映画、ザ・ピーナッツのヒット曲恋のバカンスが挿入歌で流れてきます。歌っているのはピーナッツさんではありませんが、ある年代の方にはとても懐かしい曲です。ということで、あゆらやよいにとっては最高に懐かしい曲、ザ・ピーナッツではなくですね、こちらもまたチャランポランタンという面白い、名前のグループの恋のバカンスお届けいたします。それでは嬉しいや楽しいお便りコーナーです。今お届けしました恋のバカンス、チャランポランタン、なんだかアラビアンナイト風の、アレンジでしたね。エキゾチックな感じが大好きでした。恋のバカンスは映画の中の挿入歌ということで、リクエスト曲お届けしました。リクエスト曲というか、私がかけたいと思ってお届けしました、平戸のひまじいからのメッセージだったわけなんですが、映画のお便りいただいています。まずはこちらからご紹介していきます。シネマとトツカ、全部カタカナで書きます。シネマとトツカの中井さんからいただきました。あゆら様、お世話になっております。昨年のおむすび広場にてご挨拶をさせていただきました、シネマと戸塚の夏井です。
そうなんです、おむすび広間12月に行われました。そこでですね、ブースを出していらっしゃって、もう映画だシネマだと思ってですね、お話を聞かせていただきました。私の名刺もお渡しし、 FM 戸塚の番組表もお渡ししてね、ぜひとも一度メッセージという形で曲にくださいとお話ししました。夏井さん、ありがとうございます。バタバタしており、すぐにご連絡ができませんでした。いえいえ、こうして覚えていてくださって嬉しいです。おむすび広場の当日もお話しましたが、ぜひ何かコラボレーションのイベントができればと思い連絡いたします。またシネマと戸塚のイベントは隔月で実施しておりますので、ぜひ FM 戸塚さんでも告知のご協力をいただけますと幸いです。ご検討くださいといただいています。直近ですと、1月24日の映画会のお知らせいただきましたけれどもね、今日のハグ1月28日ということでね、またお寄せくださいね。こまちプラスを会場にして行っていらっしゃる1月の上映会だったんですね。シネマと戸塚の中井さんからいただきました。私も自主上映は心躍るのですって、そんな話をねさせていただきました。この番組を通じて映画が大好きな平戸のひまじいともつながれるといいなって思いました。そうそう、正式にはまだ日程が決まっていないんですが、この番組でもこの後もリクエスト曲をお届けしようと思っている、南区にあるラフォーレ桜の見学会、2月の後半に予定していますのでね、そちらにもシネマと戸塚の中井さんや平戸のひまじい、お便りくださる皆様ご一緒に行けたらいいですね。ハグのお仲間、私のもう一つの番組ラジオの絆のお仲間、そして FM 戸塚のお仲間として一緒に、本当に美しいラフォーレ桜の色が溢れている作業場なんですよ。夏井さんからのメッセージご紹介いたしました。さて、この後お届けするのがそのラフォーレ桜、下山優和さんでいいのね、下山優和さん、素敵なお名前、優和さん、 FM 戸塚さんへリクエスト、ドラえもんの歌をお願いしますといただきました。星野源のドラえもんでいいのではないかと思ってこの後お届けする予定です。違ったら違いますと優和さん教えてくださいね。またお届けしますからね。テレビのドラえもんかもしれませんものね。さて、平戸のひまじいから今週もいただいています。ありがとうございます。あゆらさん、いつも楽しく聞かせていただきありがとうございます。もう長いこと続けていることがありまして、それは金銭に触れた言葉や文章をノートに書き留めることです。この作業はパソコンなどの機械を使わずに手書きです。なるほど、字が下手なので読み返すとき判読できないこともしばしばです。先日ノートをめくっていましたら、歌微笑む力に目が止まりました。微笑む力、詩谷川俊太郎さん、曲小室仁さん。もどかしい体、途切れる言葉、でもいるだけで、いるだけで輝く命。素敵です。
いいな。書いた日付はあまりはっきりしていないのですが、余命いくばくもない母の病床での姿を思いながら書き写したのではないかと思われます。うん、そうでしたか。今改めてこの曲ができたいきさつを調べましたら、障害者福祉の父と呼ばれている糸抜き和夫氏の生誕100年を記念して平成26年に発表されたものと知りました。できましたら曲をかけていただけると大変嬉しいです。母の最後は声を発することもなくなり、呼びかけにも答えられなくなっていましたが、優しい目は確かにこちらを見て微笑んでくれていたように思うのです。平戸のひまじいより。この楽曲は実は FM 戸塚にはありません。平戸のひまじい探してみます。お待ちくださいね。今日のお便りコーナーでした。ラフォレ桜のゆうわさん、一番だけでごめんなさいね。ドラえもんの歌お届けしました。楽観員は下山さんだから下という字素敵ですね。この陰もお別れの時間です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、処方箋受付から在宅訪問まで幅広いフィールドであなたのかかりつけ薬局を目指します。土日も営業。東戸塚駅西口徒歩2分セントラルスポーツ脇平安薬局。その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光。以上3社の提供でお送りしました。それではまた2月にお耳にかかりましょう。年賀状のお年玉年賀はがき当選番号発表になりましたよ。我が家は4枚しか当たっていませんでした。さようなら、相浦弥生でした。